エルキュール・ポアロ、エルキュール・ポアロ、ハーキュール・ポアロ、ポアロとも日本語表記は、アガサ・クリスティ作の推理小説に登場する架空の名探偵、ベルギー人、シャーロック・ホームズなどと同様、時代を超え現在にまで至る支持を得た名探偵の一人、ホームズ以来のそれまでの推理小説の主人公から一線を画した探偵であり、滑稽とも言えるほどの独特の魅力で、 高い人気を誇る。クリスティが生み出した代表的な探偵と同時に、一般的にも著名な名探偵の一人である。33の長編、54の短編、一つの戯曲に登場し、ミス・マープルシリーズと並んで、クリスティが生涯書き継ぐ代表シリーズとなった。しかし、クリスティ自身は、自伝の中で、初めの三余作で彼を見捨て、 もっと若い誰かで再出発すべきであったと述べている。孫のマシュープ・プリチャードの証言では、クリスティはポアロにうんざりしていたが、出版社などに半ば強制される形でシリーズを書き継いでいた。日本では第二次世界大戦前から紹介されており、現在でも日本語でほぼすべてのポアロ作品を読める。19世紀中頃に生を受け、ベルギー南部のフランス語圏。 バロン地方出身とされている。名前のエルキュールは、キリシア神話に登場する怪力の英雄、ヘラクレスのフランス語系。ベルギーで警察官として活躍し、所長にまで出世した後、退職していた。第一次世界大戦中、ドイツ軍の侵攻により、イギリスに亡命することを余儀なくされる。亡命者7名と共に、イギリスの富豪夫人、 エミリー・イングルソープの援助を受けて、スタイルズ層のそばにあるリーストウェイズコテージで生活をしていた。そこで、以前に、ベルギーで知り合っていた友人のアーサー・ヘイスティングズ・タイと再会し、殺人事件を解決する、スタイルズ層の怪事件。その後、イギリスで、ヘイスティングズ・タイと同居し、探偵として活躍し、数多くの難事件を解決する。 ヘラクレスの名とは反対の甲斗子男、背丈は5フィート4インチ、約163センチメートルそこそこで、緑の目に、卵型の頭、黒髪で、ピンと跳ね上がった、大きな口ひげを蓄えている、晩年は、頭頂部完全に剥げ上がった。灰色の脳細胞を従前に活用できる賢さを、持つと自認し、自らを世界最高の探偵であるとする自信家である。第三の女で、 若い女性に、お年寄りと言われた時には大変ショックを受けていた。女性には優しく、物腰柔らかで、若者たちの恋愛の成就を図るキザな紳士であり、常に整理、整頓を心がけ、みなり、特に口ひげに注意を払い、乱雑さには我慢できない。捜査には、容疑者たちとの尋問や何気ない会話に力点を置き、会話から人物の思考傾向を。 行動傾向を探っていく。地面に這いつくばって証拠品を集めるやり方を両権じゃあるまいしとい意が定まるものの、物的証拠も尊重して、これらと心理分析を組み合わせた推理で数々の難事件を解決してきた。容疑者全員を集め、ポアロの辿った推理過程を彼らへ説明しながら、真犯人をその場で差し示す。口癖は事件の真相へ近づくと、 私の灰色の小さな脳細胞が活動を始めたや、いつも行動を共にするヘイスティングズ大尉に悟す、あなたの灰色の脳細胞を使いなさいなど。フランス語研出身のため、興奮するとなまったり、英語の合間合間にフランス語を混ぜたりする。ポアロ自身は、英語がまともに話せないふりをして、英国人を油断させるのだと言っている。いかにも外国的で時として、 国境とも見えるポアロの言動に、英語圏の容疑者たちは油断し、事件解決の手がかりとなる言葉を漏らしてしまうことも多い。フランス人と間違われることをひどく嫌う。船や飛行機が苦手。引退して悠々自的に生活し、カボチャ、正確にはペッポカボチャの一種で外見が、当館にニルを育てるのが夢で、実際にアクロイド殺しなどで、 そのような生活を実現しているが、難受験、怪受験が引退を許さず、自身も実際には陰性生活には適応できない様子である、アクロイド殺しでは不意に感触を起こし、せっかくのカボチャを兵後死に投げ捨てるという暴挙に及び、でいる。親友のヘイスティングズは1937年の、物言えぬ承認あたりまでは、語り手となって、ポアロのいわゆる、 ワトスンに役を務めることがしばしばである。ヘースティングズの何気ない一言がヒントとなり、ポアロが事件を解決に導くのもほとんど定番となっている。ヘースティングズの他に、複数の作品に登場する人物として、友人の女流推理作家アリアドに、オリバ夫人、作者自身がモデルであると言われる、レース大佐、開いたトランプ、ナイルニシス、有能な秘書ミスレモン。 ロンドン警視庁のジャップ主任警部や後期にはスペンス警視、マギンティプジンは死んだ、ハロウィンパーティー等などが登場している。なお、バトル警視はポアロシリーズでは開いたトランプのみの登場であるが、ゼロ時間家の中でポアロについて研究している。最後の登場作品であるカーテンにおいて他界している。作中でしばしばポアロは、 自分の家族について言及するシーンがあるが、どこまで事実かは不明。推理に必要な情報を引き出すための嘘が混ざっている。可能性があるため、実際に作中に、彼の家族、ないし親族が登場したことはない。ビッグ4では一卵性ソーセ生ー児の兄弟、アシル、アキレ、アキレウスのフランス語読みがいるとされ、自分より頭が良いとポアロは述べている。その彼は、 実際に作中に登場するが、後に、ポアロの変装と分かり、その後、ポアロは、アシルは実在しない胸のことを述べている。その後、ヘラクレスの冒険では、兄弟がいたんじゃないのか言う問いに対して、ほんの短い間のことだったがねと答えている。また、ポアロの偉大な探偵に、兄弟は、月ものというセリフは、シャーロック・ホームズの兄マイクロフトを意識したものである。 ポアロ自身についても、ロサコフ伯爵夫人に惚れていたような描写や、パトリシア・ガーネットによく似た、若くて美しいイギリスの女の子を愛したことがある、との発言はあるものの、生涯独身を貫いたため、妻子はいない。日本では、ポアロについて、ポアロと、ポアロの二つの表記が存在するが、フランス語でおいは、はという漢字に発音するため、後者の方が、原音に近い。 以前は、ポアロと表記することが多かったが、ポアロ表記をしている、早川書房が翻訳独占契約を結んだため、ポアロという表記が世間に広まった。初登場は、クリスティの諸女作、スタイルズ層の怪獣券、1920年。以後、カーテン、1975年まで長編は33編、また50編以上の短編に登場。他に、 クリスティ自身が、ポアロ作品を数編理局化ている。代表的な作品は、アクロイド殺し、オリエント急行の殺人、ABC 殺人事件など。カーテンは、ポアロ最後の作品だが、実際には1943年に書き上げられた、ポアロ22作目の長編である。彼女はこの作品を書き上げた後で金庫に封印し、自身の死後に刊行する。 要出版社と契約した。しかし、1975年10月になって、出版社に咳立てられる形で、カーテンは発表され、くしくもその数ヶ月後にクリスティは亡くなった。カーテンの舞台であるスタイルズソーは、アガサのデビュー作にしてポアロが、初めて登場した作品でもある、スタイルズソーの怪事件の舞台と同じ場所であり、カーテンというタイトルには、 ポアロという探偵の人生の幕を引くという意味が込められている。2014年9月、ソフィー・ハナによるモノグラム殺人事件がアガサ・クリスティ社公認の続編として出版された。2016年には続編の第2作、閉じられた棺も発表されている。早川書房のクリスティ文庫を基準に挙げる。太字はポアロものだけで構成された短編集。 上記のほか、葬儀を終えて、マミンティプ人は死んだが、主人公をミス・マープルに変更したミス・マープル、寄宿舎の殺人、1963年、ミス・マープル、最も卑劣な殺人、1964年として、それぞれ映画化されている。上記のほか、2005年に、日本の NHK で、主人公を素人探偵赤か藤高に変更した、名探偵赤。 藤士高が制作された。2夜連続で、名探偵赤藤士高、ABC 殺人事件、原作は、ABC 殺人事件、名探偵赤藤士高、愛士のサンドリオン、原作は、ゴルフ場殺人事件が放送された。また2015年1月11日12日の2夜、連続で、オリエント急行殺人事件が、富士テレビにて放送された。ポアロに相当する探偵、 スグロタケルを野村満載が演じ、同局で刑事、コロンボをした時期に古畑任三郎を送り出した三谷幸喜が脚色を手掛けた。ポアロが作中で死亡するカーテン発表後、ニューヨークタイムズ紙はポアロが死亡したことを伝える記事を掲載した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。